今日も北出たら終わる。Stones 相次ぐ熱愛発覚で京本大河と松村北斗に重積。ファンに募る危機感。8月28日の文春オンライン文芸春秋によって報じられた。人気グループ Stones 森本慎太郎27と女優の森川葵29の熱愛。終年イヤーに相次ぐメンバーのスキャンダルに、ファンからは悲鳴が上がっている。 今年でグループ結成から9から10周年、さらに CD デビューから5から6周年という節目の年を迎えたストーンズ。今年から26年までの2年間をチームストーンズを挙げてバイブスをぶち上げる2年間と位置づけ、シングルネイロンのリリースを皮切りにライブ DVD& ブルーレイ発売、さらには夏フェスへの出演など、精力的なグループ活動を続けてきた。 そんなさなか、7月十四日に、ニュースポストセブンが女優の綾瀬はるか、十九とメンバーのジェシー、十八の真剣交際をスクープ。それからわずか一ヶ月後に森本の熱愛報道が飛び出し、ストーンズファンにとってはまさに天国から地獄、激動の周年イヤーとなっている。二十年一月、ストーンズはスノーマンと旧ジャニーズ事務所史上初の同時デビューを果たし、 大きな注目を集めました。もともと何かと比較されがちな両グループですが、売り上げ面ではここ数年スノーマンの優勢が続いており、7月発売の最新シングル対決においても、スノーマンに対してストーンズの売り上げは半分以下となっています。ファンとしてはこうした現状にやきもきしていたところに、今回の相次ぐ熱愛発覚。そりゃスノーとさつけられるに決まってる。 終年イヤーとか言ってやってることグロすぎ、マジでストカツのこと舐めてる。スノとストの格差はタレントの意識の差、といった落胆、息き通り声が上がるのも、無理からぬことかもしれません。女性誌ライター。こうした状況下で、目下、ファンの希望の光となっているのが、今も北の愛称で呼ばれる京本大二十九と松村北と十九の存在だ。 一時は、船仮説も囁かれていた二人ですが、ここ最近は松村さんが京本さんを慕っている姿がよく見られ、美形陰キャコンビとしてファンに愛されているようです。京本さんは美声を活かしたミュージカルや舞台をはじめ、4月期のドラマ、お迎え渋谷くん、関西テレビ、フジテレビ系や公開中の映画、言えない秘密でも主演を務めるなど、俳優業が絶好調。 マツソンさんも現在、TBS 系ドラマ、サイオンさんは家事をしない。で素晴らしい演技を見せているほか、来年2月公開の映画、1ST キスファーストキスでは、松たか子さん29の相手役に抜擢されるなど、高い演技力が評価されて躍進が続いています。ストーンズには熱愛が出たジェシーさん、森本さんの他にも、コーチ子さん年齢非公表。 田中樹里さん29といった個性的な人気メンバーを揃えていますが、コーチさんはバラエティー中心、田中さんは過去にスキャンダル流出済みのモテ男キャラとあって、リアコファンが多いのは京本さんと松村さんではないかと言われていますよね。京本さんと松村さんはデビューしてからノースキャンダルを貫いているだけに、気をつけてね。京本北ここが出たら本気終わると思ってる。 今日も北だけは終年イヤー中に取られないでほしい、など、半ば祈りに似た声が上がっています。全道グループの現状に危機感を募らせるファンと、くしくも重積を消化たちとなった京本大河と松村北斗。切実な声はメンバーたちに届くだろうか。